小林さん、Q 様、Q 様の今度放送するスペシャルだと思うんですけど、それにまたうちの師匠が三遊亭楽太郎が参りました。同じチームですよ。んで、まあね、まあ野郎もクイズ嫌いじゃねえからねえねえ青学出てんだっつんだよねえだから、まあ、紫の野郎も、もう、久しぶりだな。どうなるって言いながら、共演したんですけどね。でなんかわかんないのかさ、で、同時に Q 様メンバーだからさ、アンタッチャブルの山崎も一緒に出てたんだけど、なんかわかん、うちの師匠が山崎のことをちょっと好きなのか、なんかこう、またね、落語界みたいな縦の序列のとこにいると、あんまり軽いやつっていないわけですよ、落語界に。だけど、まあ、山崎軽いから、なんかこう、うちの師匠と山崎がめちゃめちゃ仲良くなってて、で、こう、収録の合間とかに、こう、一緒に、その山崎と、たまりみたいところに山崎と、その、三遊亭楽太郎がこう、一緒にいるわけ。でも当然三遊亭楽太郎いるところには俺は横に控えてるからさ、横にこうぼーっと立ってるんだけどさ、で俺からしてみるとずっと弟子の時代がそうだから、カバン持ちをしてた時代がそうだから、師匠がそこに座ってる横に立っててちょっと喉乾いたって言ったらお茶を持ってくるとか、そういう感覚のポジショニングが一番慣れてんだけど、その前のところで、普通に山崎座ってて、師匠、そうなんすか？そうなんすか？みたいなトーンになってるわけ。なんかこのバランスが、師匠座ってる、真ん前で山崎座ってる、山崎加えタバコ。ねえ、ねえ。マジっすか？師匠とかでも、わかんねえ問題とかあるんすか？なんつって。その点僕とかバカキャラだから全然大丈夫なんですけど、そっか、インテリも大変なんだなみたいな感じになってるわけ。その横のところに、師匠もそれが全然嫌じゃないから、そうなんだよねなんて、こう、後から気がついたらそうだったっていうのはあるんだけど、やっぱ俺もいい加減年だから、みたいな。だから、なかなかすぐ出てこなかったりするんだよねなんつって。あ、で、俺はよかった。なるほど、そうですよね。いや、僕も思ったんですよ。師匠があの感じがわからないわけがないと思ったんですけど、とっさに出る、僕も、まあ、40になってすごいわかります。そのとっさに出てこないっていうことはあります。そうっすかみたいな。わかってりゃ出るっしょみたいな。敵なんみたいなこと言ってるわけ。うん、山崎くんさ、みたいな。で、またこっちも困るのは、要は、下っ端の、ね、俺はさ、まだと、もう、全然こう、年齢もいってない頃に、師匠の家の前のボール箱の中に捨てられてて、まだ目も開いてませんよ。へその方が乱暴にちぎられた状態で、体がしっとり、こう、その濡れてるような状態の時に、師匠に思いっきり蹴られて、にゃーっにゃーって言って、以来の師匠との仲だから。それ師匠に17歳の時に弟子入りした感覚だから、なんつったのかな。師匠の前で、後輩に先輩風を吹かしてるっていう空気がきつい。俺の中で。要するに、それをやると師匠から、あれ、お前偉くなっちゃったんだっていう、プレッシャーが来るわけよ。ね。ああ、あの時にペコペコしててっていう、福岡空港で、朝、泣きながら俺の足に、こう、しがみついて、お願いですから首にしないでくださいって言って、これ以上ズボンの裾に鼻水がつくのが嫌だから勘弁してやったお前が、っていう。もう今実話なんですごい切なくなってきた。すごい切なくなってきたわ。そういう感じになっちゃうわけ。それが、よそ様の事務所の子に対して、山は、みたいな口はってなっちゃうから、その自然と俺はその山崎くんはさってなっちゃうわけ。山崎くんは師匠、その分あると山崎くんはね、思い切りがいいんでっていつもっていう、プレッシャーを感じない体質っていうのが、師匠みたいに後ろに迷惑かけたらどうしようとかあんまりないんですよ。山崎くんはちょっと今度山は気持ち悪いわけ。ね、山は今まで俺にされてる仕打ちを考えたら、寝起きに無理やりだよ。寝起きにロサンゼルス連れてかれたりしてるわけじゃん、パンツ一丁で。
押してる俺がだよ。俺が、山崎くんは言ってることがもう気持ち悪くてしょうがないわけ。なんかその、三すくみみたいな状態で、ずーっとその、セットチェンジの間とか、クイズの、今回は2チームに分かれてやってるから、攻守交代の間に、ただなんかわかんないけど、山と師匠がやったら一緒にいて、しかもその山が、師匠に対してものすごいリラックスしてて、師匠もそれが楽しそうなんだよね。なんなんだあれ、やっぱり、もう師匠ぐらいの格になってて落語界で、あれぐらいの年代の人で軽いやつに、師匠はとか、いや、師匠ちょっとき、あいつもあいつなんだけどね。師匠、ちょっとあれじゃ緊張してたんじゃないですかみたいな。ね、その、バラエティどっち転んでも美味しいっていう感覚じゃないですかねみたいな。で、お前がなんで上なんだよと思うんだけど。あれが嬉しいんだと思うんだよね。でこれ嬉しいのかなと思って、かといって俺がやった場合、で、俺が。それはそれで、多分、今まで山に、いや、山崎くんには叶わないなって言ってる、ね、あの、うちの師匠がね、山崎くんには叶わないなって言ってるトーンが急に、偉くなったな、お前。お前、偉くなったよなって。富山の高速道路のインターチェンジで泣きながら小さくなっていったお前を今でも覚えてるけどっていう。それすごい切なくなるんだけど、俺本当のことを言ってるから。本当のことを言ってるんで。あのね、すごい不思議な温度だったね。周りはもう多分それが面白くてしょうがないと思うね。周り自体は。あと、まあ、山はどう思ったかわかんないけど。山は全然その先輩に急にスッてこう、なんて肩の力抜いて入っていくのは異様にうまいな、あいつは。どんな大御所にでも、スッて出すお願いしますっていうのがすごいうまいから、あいつはね、日本一の後輩だから、あいつ好きあらば東京03の後輩になろうとしてるからね。好き見つけて、なんとか好き見つけて、入ってやろう。ニッケルバックの後輩になってやろうと思ってるから。いやーなんかね、生きた心地はしなかったね。なんじゃもりゃいやー、しかしわかんないもんだよね。その、それこそ、山崎の軽いノリトークね。で、それこそ、師匠の手つけなかった。お茶、これいただいちゃっていいっすか的な。いただいちゃってこれいいっすか的な感じのやりとりの後に、一旦楽屋帰ってそれついてたりとかするじゃんか。それ楽屋閉まった途端に怒んのかなと思ったら、全然それ楽しそうだったりとか。よくわかんないね。山崎の方も山崎の方で何なんだろうこの空気っていうあの感じ不思議なんだよな。何なんだろうか、その師匠についてた自分がそのすごい若い頃はもう怒られてばっかりだったら、本当に怒られてばっかりだったから、なんかこう怒られ慣れてるんだろうね。すごい怒られ慣れてるから、なんかこうピリピリして横にいるのが普通で、ピリピリしないと怒られるとか、そんななんか刻まれてるんだろうね、自分の中にね。で、怒られて、口の中にスズメバチを放されて、絶対口開けんじゃねえと、これ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 さっきこれ俺好きなんだよ。ねえ、そういうのが、そういうのになる、なんだろうな、なんか。でも、気がつくとすげえなと思うのは、俺、師匠のところで弟子入りしたのが、多分師匠35、6ぐらいの時で、で、俺が17なったばっかりの時だから、そう考えるともうそれから俺41だから、もう5、6年経っちゃってるわけじゃないですか。だから今10代のやつ家入れる？やだわ。10代のなんだかわからないやつを家に入れないだろう。そう思うんだよね。うわー、なんかすごいね。結論はなんかすごいね、意外ないもんね。なんかすごいわ。あ、でもなんかちょっとそれでなんか師匠とまあ、ちょっと落語の話とかしてて、でほら、それとなんかいろんな話してて、最近その
誰にも見せないのにブログ書いたりしてんですよ、なんて話してて、師匠大丈夫かお前っていう顔してたけど、ね、誰にも見せない CG とか作って自分でうまくできたりとか、スキルを上げようと思って頑張ったりしてるんですよ。うん、まあ昔からお前もいろいろ追い詰められるとわけのわからないことを口走る子だったから、そういうことなのかなっていう顔してたけど、そんな中、披露しねえけど落語の稽古をもう一回やるみたいな話になって。やってみようかなと思ったりはしたりしなかったりなんですけど。